ヒュドロバクテリアとは、細菌の系統についての仮説である。グーラム陰性菌の中心的な系統で、実在するとすれば3000以上の種を含み、記載されている細菌のお,およそ3割を占める。ヒュドロバクテリアを提唱したバティストジーラの説では、姉妹群であるテラバクテリアが陸地を中心に発展してきたのに対し、ヒュロドバクテリアは、 おおよそ30億年前に水中を中心に進化したとしている。乾燥土壌中での占有率は33%に、過ぎないが海中では90%近くに達する。そのため、古典ギリシア語で水を意味するデルタロー、バクテリアで、ハイドローバクティリアと名付けられた。このクレードは、トーマス・キャバリエ・スミスの提唱する、グラッキリクテスカ海と分類範囲が、ほぼ一致する。 ただし、キャバリエ・スミスは、姉妹軍として、グラム陽性菌エウリバクテリア・ネオムラの大系統を想定しており、出現時期もやや遅い。こちらの命名は1990年頃に、グラム陰性菌に対して使われていた、モンナの再利用であり、薄いか欠損したペプチドグリ乾燥を指して、ラテン語のグリシル、イズグラキリスキュータスクティスと命名したものである。 abcd バキスト gfu ヘッジス sb a メジャークレイドオブプリクリッツウィズエンシェントアダプテーションスツーライフオンランドモールバイル e ボリューム26 335 43 ab キャバリエスミス t ルーティングザツリーオブライフバイトランジションアナリザスバイルダイレクト1 19提唱者らはテルダバクテリアに含まれる可能性について言及している ありがとうございます。